雨の降る早朝、こちらの道路沿いで一匹の動物が保護されましたその体は小さくずぶ濡れで震えていたそうです保護されたのは生後間もないオスの白い動物今月二十四日の午前八時ごろサロマ町の道道沿いを歩いていたところ ドライバーが危ないと思い保護したといいます連絡を受けた町は飼い主を探すため写真をつけて迷い犬を保護したことを SNS に投稿しましたすると SNS 上で思わぬ反応がキツネの子だと思いますタヌキじゃないかな犬ではないようなそのまか これはキツネなんじゃないかとかそういうような話が出てましてあのこちらのちょっと驚いたというところです私は犬だと思いますけどね生まれたばかりのエゾタヌキやキタキツネと見比べてみると色は違えど確かに似ているような気も果たしてこの白い動物の正体は いろんな獣医師さんの方にこれはあの犬なんでしょうかキツネなんでしょうかというのをあの確認していただきまして成長して特徴が出るまであの犬かどうかというのははっきりしないんですが、まあ、おそらく外見的にも犬ではないかと複数の獣医師がおそらく犬だと判断した動物今のところ飼い主は見つかっていませんが町には引き取りたいという連絡が数件寄せられていて 今後の対応を検討しているということです。